両親の死んだ理由を知りたいか。 知りたければ俺について来い。 お前を忍びにしてやる。
Murakumo. Yozakura. Minori. ここがヒリツ蛇女子学園。半蔵によって一度は潰された悪人養成学校ですか。何用だ。あなたは蛇女子学園3年宮城。どうやら迷い込んできたわけではなく、私は月仙女学館の弓。 今日は学園祭を申し込みに来ました。面白い。その申し出受けてたと。新たに生まれ変わった蛇女の力を思い知るがいい。いいえ、思い知るのはあなたの方です。真の仙人の力というものをたっぷり教えてあげましょう。<笑>やれるものならやってみろ。リョウビ、出番だ。 了解。村久保さん、お願いします。 承知。ぎゃっ、村久保が劉備の相手ですか。久しいな、劉備。相変わらず辛気臭いお面かぶっちゃって。ちゃんと洗ってるんですかそれ。 月仙を捨てただけではなく、悪人にまで身を落とすと。村雲には関係ないじゃないですか。劉備には劉備の目的があるんです。
どのような目的にせよ悪人は滅するのみ。はあ、もういい加減うんざりなんですけど。あ、悪人は滅する、悪人は滅する。あなた、そもそもあなたたちは悪人の何を知ってるの？それがどうした？え？悪は正しくない、悪は間違ったから、悪は切り捨てるのみ。ブラクモ、新婚の夢が沈む。任務開始。終わり。力が満ちてきた。落とす。百竜拳突破。押す。これで全部進め。新婚の夢に満ちるスナイプから逃げろ。100連戦突破。まだだ。避けられるはずだ。仕留める。まだだ。まだだ。これはどう？秘伝忍法。秘伝忍法。やめろってば。やめろってば。まだまだ甘い。秘伝忍法。秘伝忍法。
分かったか。とどめの前に一言だけいい。善も悪も経験した両備には分かる。どちらもそんなに変わりがないこと。貴様、善人と悪人、どちらの忍びも己の真に従って命をかけている。違っているの。善と悪の戦いは避けられない。それは両備にも分かってる。でもだからこそ、戦う相手のことを知ろうとする気持ちを。もういい。あまりにくだらない話でとどめを刺す気が失せた。我はこれで失礼する。よろしく。なんとも頭と尻の軽そうな女だ。僕の敵ではないな。うわ、見た目で人を判断するとかマジ引くんですけど。ふん、人間というのは大抵見た目通りだ。もしかして君って自分が頭いいと思ってる系？お前に僕の何がわかる。だったら君も私の何がわかるっつう話じゃん。うるさい、もう黙れ。てか私は君のことわかってるし。なんだと。悪人イコール悪者、これで十分っしょ。君の趣味とか好きなブランドとか興味ないし、知りたくもないし。ことでボコボコにしてあげる。貧困の夢に沈むね。義務あっ、貧困の夢に参っちゃう。ああやった、やった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 
こんなやつに負けるなんて。まあまあ、そんなに落ち込まないで。仕方ないっしょ。私かなり強いし。僕には守りたい人がいるのに。またまた悪人にそんなのあるわけないっしょ。マジウケるんだけど。行かなきゃ、雅のところへ。ちょっと。 その体でどこ行くっていうの？ああ、いわ、てか、マジ？悪にも守りたいもの、そっか、そうなんだ。
占いの通りだ。いい技思いついちゃった。リョーナ、お母さん。わしはお母さんじゃない。だって夜桜ちゃんの怒り方ってお母さんっぽい。もっと叱って、もっと叱って、お母さん。だったらリョーナ、なんだって悪人なんかになったの。わしはリョーナをそんな風に育てた覚えはありません。は悪い子なの。だからもっと叱って叱って。あれ、でも悪人になったらいけないに決まってるでしょ。だって悪人なんだから。うん、だから悪人の何が悪いの。何がって、悪人は悪いものと決まっているからです。なんで、なんで悪人は悪いものなの。それはねえねえ、なんで。悪は悪いと決まっているからです。リョーナは口で言ってもわからないようですね。鎮魂の夢に沈みましょう。リョーナ、いざ鎮魂の夢に参りましょう。ないですね。もういっぺん挑戦じゃ。新しい技を思いついたんじゃ。鎮魂の夢に沈みましょう。やだ、鎮魂の夢に間違えた。やだ、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 やだ
これでもう懲りたでしょ。それはできない。悪人でいることが居心地がいい。リョーナさんには嘘をつく理由がない。いや、そもそもリョーナさんは嘘をつくような人ではなかった。リョーナさんも、え、とどめは刺さないの。いいから言ってください。わしの気持ちがか、吐くが居心地がいいなど、ギリギリじゃった。また強くなったようです。新しい技を思いついたんじゃ。
前だ。それともギブアップか。私はただ帰りたいだけなのに。わあ、クマさんだ、かわいい。みのりもぬいぐるみいっぱい持ってるんだ。だから一緒に遊ぼう。ぬいぐるみ好きなんですか？それなら少しくらいなら。やったー、じゃあクマさんが悪者ね。みのりのお姫様がクマさんをやっつけるの。毛とか全部ひんむいちゃうの。毛を取っちゃうの？だったらダメ。ベベタンには触れさせない。もうわがままなんだから。だったら人形遊びは終わり。今度はプロレスごっこだよ。Yeah!
紫、悪の誇りを舞い掲げます。いっ、鎮魂の夢に舞い散る。負けてもらっても
人もミノリと同じなの？どうやら私の仲間が勝ったようですね。あなたももう諦めたらどうですか？諦める？バカを言うな。私が負けなければ蛇女の誇りは死なない。愚かですね。悪として生き延びたところで安息がないとしても、悪には悪の生きる道がある。その悪の生きる道を滅ぼすのが私たち決戦の生きる道。どちらかの道しか生き残らない。その通りです。さあ、私の勝利で。鎮魂の夢に沈みました。雅、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。深く面白い。Yeah!
これでとどめ。やめろ。イブ、邪魔をするな。ミヤビには手を出させない。やめろイブ、そんな体では戦えるはずがない。少し時間が稼げればそれでいい。ミヤビはその間に逃げてくれ。ミヤビさえ生き延びてくれたら蛇女は何度でも立ち上がれる。さあ来い、悪人の誇り。しかもういい、興ざめです。ユイチー、終わった？ええ、帰りますよ。あれ、敵の大将が生きてる。それに学校は燃やさないの？そこまでする価値がヘルジョにはありません。勝利だけで十分と判断しました。さあみんなと合流しましょう。うん。今回の学園祭は私たちの完全勝利です。きっとおじい様もお喜びになるでしょう。よかった、戦った甲斐があったね。祈りもすごく頑張ったんだよ、黒影おじいちゃん。ええ、きっと頭をなでなでしてくれますよ。本当？やったー。てか本当にこれで良かったんだよね。どういうことですか？いや、別に深い意味はないんだけどさ。思っていたものと違った。で、我も。悪人は滅ぶべきもの。それ以上でもそれ以下でもありません。戦いに迷いは禁物です。つまらないことに気をとらわれ。それじゃあ、みんな帰ろう。ミヤビさんを守ろうとしたイムさんの気持ち、イムさんの行動は悪には見えませんでした。しかし本当にこれでよかったのでしょうか、おじい様。さらなる修練を積ませていただきます。忍びの極みに一歩近づきました。新たな技をひらめきました。おかえり。おかえり。